新知事が制定した条例によってアンノが捕まり、エグゼロスの一時解散が決まった。独自にヒーロー活動を続けていた埼玉支部のメンバーは、人間に擬態した寄生虫が知事に成り代わっているのではないかと疑っていた。寄生虫の擬態を見抜けるチャチャは、配達員を装って知事の様子を伺ってみることに。だが玄関のチャイムを鳴らして知事が姿を見せると、なぜか一緒に家の中に入ってしまう。何かが起きたと感じたレッドたちが後を追うと、そこには、次回最終話、決戦エグゼロス。